おはよう、みんな。おはようございます。今日は今日からちょっと大阪に行くので、起きました。朝早く大阪に向かう途中です。あ、向かう途中で、向かいます、これから。今日ね、でも新幹線じゃないの、多分現場が近くはさ、全然新幹線の逆からより空港の方が近く、飛行機で大阪向かってます。しかもなんか初めてのお使いのみに、誰も来ないっていう、一人移動です。ドキドキしちゃう。さあ、ギフトありがとうございます。シュンさん、ありがとうございます。そう、今日デビュー10周年ですね。そうそうそう、そうなんです。ありがとうございます。そして、配信がスタートしました。デジタルアルバムの方かな。デジタルアルバムがリリースされたので、今日聴いていただけたらなと思います。私はこれをいただきます。うん、夜中にダウンロードして、ありがとうございます。みんな早起きなの、今日月曜か。週末じゃないの、月曜だから。早起きしました。珍しく久々に。今日水曜日か、平日だ。それめの仕事だわ。じゃあこの時間帯の配信、意外と今6時40分でしょ。出社とか出社中の人たちが多いのかな。ね、とか見やすい時間帯かも。電車移動中の中で見てる人がいるってことだよね。へ、すごい、土平日。中央線なおです。今はもう一人で優雅に、朝ごはん食べながら空港を見てます。めっちゃ緊張なってる。まだ全然家なんだ。今から1時間後ぐらいに出社。8時、9時前ぐらいか。そしてまだ布団の中の人いるよ。ジャージーなバージョンのきっかけはいるの好きです。あ、そう、結構デビュー曲とかもアレンジが加わって、何曲かリリースされてるので、ぜひ聴いてください。めっちゃいい。ジャズバージョンとか、なんかいろんなバージョンがあるんですよ。ぜひ聴いてください。
今日明日貴重な連休、休みの人いるんだ。展望デッキに行って飛行機見せてください。展望デッキってもチェックインしちゃったら見れない？いけない？それいけないの？展望デッキ行ったことない、あんまり。空港全然混んでません。国内線だからね、余計そんなにです。一人で飛行機乗るの初めて。初めてではないかな。なんかの時に海外とか行った時に一回一人の時ありました。すっごい違うかも。金属探知機通る時も緊張するタイプ。はい、いつも。あっ、あったね。海外の一人、緊張した。海外の一人は今日でも振りとかいろいろ覚えないといけないものがあります。頑張ります。意外とあっという間だ。今日までだって晴れるの。今日なんか雨模様だったんだよね、確か。でもすごい、蓋開けたら晴れてる。なんかさ、いつもさ、その手荷物の検査の時さ、何が持ってっていいもんで、何が持ってっちゃダメなのかさ、わかんないままいつも乗ってるからさ、ヘアスプレーみたいな匂いね。フレグランスのスプレー持ってってたんですよ、今日。でもさ、もしダメって言われた瞬間さ、まだすっごい残ってたからさ、量さ、なんかこれなんか没収されるの嫌だなと思って、荷物検査入る前にトイレで思いっきり振りかけました。全然通れたんですけど、難しいよね、そういうのあるから、ルールが。夜から雨っぽい。そうなんだ。西日本今雨、広島は雨ですって今。エスプレーの無駄遣いしました。全然手荷物スプレーいきます。書いてあるけどいまいちわからないよね。うん、わかんないです。なんかペットボトルとかも、飲みかけのペットボトルもよく私海外で没収されるんですけど、
で開けて口つけてるやつね。だからもう、テレモンズ検査の時、買ったばかりのやつも飲み干してからも、もったいない精神で飲み干してから中に入る、いつも。スプレーもさ。東大阪は午後から雨だって、大阪は晴れ。え、空港の音聞こえるでしょ。いい音だよね、空港の音。空港好きな人、空港にしょっちゅういるんでしょ、乗らなくても。いるよね、そういう人、空港マニアの人。なんか、なんか事務所の頃もいたんだろう。なんかすごい飛行機が好きとかじゃなくて、その空港にいるのが好きみたいな。知ってます、そういう人います。気持ちはわかるけど、なんとなく。あ、空港好きな人いる、本当だ。空港好きいるね。確かにすごくいい。こんなのしか見せられない。え、いいよね、なんか。飛行機かっこいいね。うん、かっこいい、すごいかっこいいです。そんな感じで、まだ全然出発時間ではないんですけども、ちょっとあのおトイレとか済ませないといけないので、そんなにあれなんだね。あのさ、羽田からさ、関西の空港ってさ、何分で行けると思うの？私びっくりしました。なんか新幹線って何分で行けるっけ？新幹線って何分で行ける？関西、大阪。1時間、2時間。2時間かかんないか。早くて2時間半 ?1 時間半すごいね。もうちょっと早い。関西の空港が何個あるかわかんないけど。そんなもんで行けんのって感じの距離です。2時間もかかんない。全然。問題は空港からか、駅からか、目的地が近いかに。だから空港の近くの現場なんですけど。多分ね。嬉しいです。本当はね、配信しながらうろうろ回りたいけど。楽しいね、空港の探索みたいなやつって。楽しみ、今日。ちょっと今日は終わって、今日デビュー日だから配信するって絶対思ってたんですけど、意外と朝から晩まで、仕事だった。晩までっていうか、まあ、ご飯とか行ったらちょっとバレになっちゃいそうなので、配信できなさそうなんで。今日朝から配信しちゃいました。またツイッターとかは更新しておきます。ぜひ見てください。
あれやりたいのね。あのさ、マッサージチェアみたいなやつ。飛ぶギリギリまでやりたいんですけど。ツイッター珍しく早起きだったんです。そうだから今日すごい早かったんです。私久々にこういう早い時間に起きて現場に向かうっていうのが久々だったので、あの前日遅刻するんじゃないかっていう恐怖心と戦って、あんまり寝れなかったので、多分飛行機は爆睡だと思います。え、空港にマッサージチェアある？え、あるよ。なんか夢空間でなんと、なんか、あります。マッサージチェア。やりたいよね。ラウンジ入るとね。それいいよね、ラウンジ入ったら。出発時間が近づくと眠くなる現象。そんなことない。すごい。トイレは行きたくなる。搭乗前まで充電コーナーに集まる。みんなだってどう過ごしてるの？私もいつもでも、ご飯食べてるか、みんなと。かな。空港のコーヒー飲んでボケーっとしてるっていうことが空港での過ごし方が多いです。おはようございます。一応チェックインできたら教えてください。ちょっとマネージャーさんからです。ちょっと LINE だけ返しちゃう。空港散策ね。おはようございます。皆さん、私がこんな朝早く起きてるのも嬉しいでしょう。あ、会社着いたところだって、うん、仕事だ今から。空港行くことないから中どうなってるかあまり知らない。今の時間まだ早いからかわかんないけど、あとコロナの関係でお店が開いてないとか結構よくあるんですけど、久々に国内線乗ったけど、今の時間だったからかわかんないけど、あんまりお店は開いてなかったです。路面店みたいなところが。すごいね、この時間にもう会社ついてる人すごいね。なんか尊敬しかない。何時にだって家出るの？もう7時出社とかだから。すごいなぁ。さあ、というわけで。久々ではないけど。関西行っていきたいと思います。関西民の皆さん、またおすすめのたこ焼き屋さんとか、なんかおすすめのご飯屋さん聞くかもしれないので、ツイッターとかでぜひリプ返してください。行ってきます。そろそろ、まだ全然出発じゃないけど、ありがとう。じゃあギフトシュンさん、ありがとうございます。ギリギリまでマッサージチェアやってるから、ありがとうございます。ぜひ今日、配信デビュー曲とかの配信を、デジタルリリースされましたので、ぜひ聴いてください。そして、今日は私のデビュー日でございます。
ありがとうございます。なんだかんだずっと柔軟でやってこれます。ありがとうみんな。それでは行ってきます。行ってきます。みんなも頑張ってください。今日仕事ありがとう。切ります。そろそろ